ガンクロットブースです。今回のガンクロットブースなんとジョイクロが20周年を迎えました。ありがとうございます。で、本日のねジョイクロ SGK がスタート、新しいアクションをスタートしました。ガーッと来ます。で、今回も出ました、小さい70も出ました。また進化してドームダンパーに入って、シフトが出ました。で、今回20周年ということで、ジョイってところをね、金型をちょっとカスタムしまして違う仕様を作りました。っていうのはインサートプレートが今はなかったんですね。20年まではなかったんですということで、インサートプレートを、ね、内蔵できるように、作りました。で、さらに、マテリアル、ね、素材にこだわりまして、防音素材、防音素材を作りました。まあ、これ防風力、あと、もう、フックの音もジョイントの、これ新しいね、辻がまた広がると思います。2024年のジョイントよろしくお願いします。で、次に、まあ、全然ね、SGK なんですけど、フラットゲームのラチェット144、まあ、184なんですけど、それの、まあ、ダウンサイズモデルが発売になりました。さらにその後に、後だけもなってくるとブロックです。なんとブロックっていう感じなんですけど、これはね、ジョイクロね、ビッグウェイト攻めれないところ、どうしてもね、チップとかカバーとかの入れれないと攻めきれないというかね、まあ、それはね、ビッグウェイト突き外す、外してもらってそれに付け替えてもらったら攻めれますよと、そういうね、ブロック。ちょっとね、少し大きめです。ビッグウェイトのボールも投げれるよっていう大きめで、スライド感も広い。オープンウォーターでも使える。そういうブロックが、5月ぐらいに使われています。はい。なんと、それとしてはですね、ニューロットが出ます。それもね、マルチピースです。ファイピースになっております。で、なぜハイピースしたかというと、やっぱりね、海外に連れに行くよとか、もしくは、まあ、今ね、車がね、少し小さめの車を乗っている人は、ワンピースがどうしてもないけど、長すぎて、詰めないっていう、まあ、そういう人も言ってますんで、ハイピースのね、ロットを作りました。で、このね、騎士というのがデッドソードっていう、もともとね、ワンピースであるロットをそのまま、ハイピースにします。これね、アルスドっていうんですけど、これもともとね、ダークマター、デッドソード、バグダムって、もともとのキラーズダブルをワンピースシリーズであるものを、ね、そのままハイピースにして、持ち運びが便利なように、作り替えました。これがね、5月末くらいです。リリースされます。久しぶりのランクラとユーロです。よろしくお願いします。こんにちは、一世フィールドスタッフの佐藤龍樹です。今回一世の新商品紹介させていただきます。はい、まずこちら、この上から金平シャットになります。で、この金平シャットはシャットって言うんですけど、平たいクランクのような形でよく潜って、まあ、クランクとしても使えて、シャツのように早く巻くこともできます。実際に僕この金黒で釣りました。これは2、3月に出ると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。やっぱり GC ミノ、 GC ミノ75の MR、 従来 GC ミノって、ね、普通にあったんですけど、ショートリップでそこまで潜るものではなくて、ただこれはリップが長いんで、その分潜って、まあ、冬とか春先とか、こういう方がなきゃ大好きなマスクを使ってみてください。で、次にマジ IG ナレシっていうことで、ね、一世初の IG 系ですよ。これまあなかなかまだいつ販売になるかっていうのは分かってないんですけど、琵琶湖とかリザーバー系ですごい効くんじゃないかなと思ってます。次、ライヤーチャッター 14g。 ライヤーチャッター 14g は従来もうちょっと軽いのが2種類あったんですけど、それの一番重たいです。 14g カットンで、いろんな野池とかいろんなところで魚が拾えるチャターになっ
ってます。はい、じゃあ次にこちらワームいいですか。ワームいきます。ワーム AK パンチ、これ僕の地元の リバーにある音楽館でもすごい強いでした。まあ、基本的にはライトテキサスとかフリーリブでボトムをズルズルっと弾くのもありですし、バイブレーションワームと呼ばれているリフト&ホールでもすごい使えます。でキャラメルシャットの 2.6 インチで、バルキースパテラの 2.8 インチと、このキャラメルシャットの中でも一番小さいと思います。でスパテラも3インチが従来あったんですけど、海のバルキースパテラにバスの殻を出したと思います。このワーム3種類が今年新商品で出ます。はい、で最後に僕が一番楽しみにしているのはこちら AK バズになります。こちらマズベイトもすごい特徴的で、このブレード、前のチャターのブレードが揺れるわけじゃないんですけど、水面をウェイクボードバットマンのように水面を拾ってくれて表層を通しやすいで、ペラが2枚あって、すごい従来やっぱりマズベイトってどうしても遠投するのにすごい苦労すると思うんですけど、このマズベイトは飛距離がめちゃくちゃ出ます。赤松さん隣で使ってて、沖のあそこを通したいな、あの足の横を通したいなっていうところまでカットバッシュで投げて横を通せて釣っていたので、僕もすごい楽しみになっているルアーの一つになってます。はい、今年の新製品以上で紹介終わります。下北山ブラニアのアングラーズベースです。こちら池原ダム、七色ダムのどちらも5分で通える距離にありますので、釣り終わりなどにもぜひお越しください。中にはアウトドアショップ、カフェ、ロッジなどもございますので、釣りの宿泊などもできますのでぜひご利用ください。他にもグランピングロッジなどもございまして、こちらの方ではバーベキューなどもできますので、よかったらぜひお越しください。ガラパゴスの鹿内です。今年の新製品の目玉として、このグレイスの新型の、こっちが前のサイズで、こっちが新型の 280F っていう新しいサイズが発売になります。でグレイス 240F 以上にもっと大きいアクションででかい魚を釣るため の、コンセプトのサイズアップ、この280が間もなく4月に発売。そしてもう一つの目玉がこのバッグですね。もう型崩れをとにかくしないように作ってあるので、いつまでもスムーズに出し入れできて、ルアーチェンジもこうやって両手放しでできるとかで、まあ、生地も防水になってたりっていう、とにかく釣り人目線で作ったバッグになってます。こちらも4月発売になってますので、お楽しみにお待ちください。はい、オクマのスタッフタイと申します。今年の、新機種なんですけど、今は全部開発中のプロトなんですが、まあ、予定は2025年で、ラインナップとしてはスピンギクの2500番2000番で、ハイギアノーマルギアとして、で今できるのが2500番はこちらになります。まあ、地中が、今ところ180g、でさらにベイトリーの方になってくると、まあ、一つの大きな特徴はうちのスプールです。でこのスプールメインシャフトは短いの方 と、シャフトは中空でできていて、その先長にボールが入っています。まあ、詳しい情報はホームページとかいろいろ掲載してきますので、ぜひ、ホームページの方にご覧でいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。コピックの坂本と申します。コピックは世界中で使われているイラストマーカーなんですけども、今回は、このマーカーとアタッチメントを使えばマーカーがエアブラシになるという商品で、コピックエアブラシというんですけど、こちらをご紹介して、ルアーやワームを、塗装したり染めたりしようという、商品になっています。でインクが染料なのでワームに塗ると染まって定着しますし、透明性のインクなので、透明のこういうブランクスに塗ると、すごい綺麗な透け感に仕上がっていくと思います。で透明性のインクなのでこう塗り重ねていくとすごく綺麗なグラデーションに作れている商品になっています。で今回問屋さんを通して、釣り具店さんに配下されていきますので、3月以降はお店の方で
お買い求めいただけるようになっております。ぜひ、ルアーを塗るのはコピックという形で、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。